ゲイリー・ルイスザ・プレイ・ボーイズはアメリカのポップ・ロック・バンド。コメディアンのジェリー・ルイスの息子、ゲイリー・ルイスを中心に結成され、1965年にシングル恋のダイヤモンド・リングでメジャーデビューした。1964年夏、プロデューサーのスナフ・ギャレットにより見出される。1965年1月にアル・クーパー作曲。 レオン・ラッセル編曲の恋のダイヤモンド・リングでデビューし、ビルボードで2週連続1位、キャッシュボックスでも1位を獲得する。また、同年のキャッシュボックス史選定、男性ボーカリスト・オブ・ザ・イヤーをボーカルのゲイリー・ルイスがエルビス・プレスリーやフランク・シナトラを抑えて受賞する。以降、1965年から1966年のビルボードにおいて、 K7 局のトップ10入りを記録する。1967年1月、ゲイリーが米軍に招集され、韓国中流の第8軍やベトナムのダナン航空基地の事務員として任務する。1968年、ブライアンハイランドのカバー曲、涙の口づけがビルボード19位を記録するも、ベトナム戦争後に様変わりした世相の影響で、ヒット曲が出ず、 1970年に解散する。2004年、新メンバーを加え再結成。2012年、新曲、You Can't Go Back をリリースする。ありがとうございます。